はい、というわけで楽しかったです。短い滞在やったけど結構、もう解除していいやろ、問題ない。うん、十分やん。やっぱここも老朽化してるか。そう、老朽化してるって分かった。そう、もうちょっと整備したら対策として。さあ、皆さん言おうか。さあ、ほとんどの知事たち、こういうところ現場視察分かった。さあ、現場視察分かった。どうりでおかしいと思ってん。ああ、あいつは最初から自民主体の独裁体制企んでた証拠。ああ、最初からね、否定してたんや。そういうこと。そう、町の情報を流してたってことで、そんなに、とんだ詐欺じゃ思ったらびっくりや。さあ、もう行こう。そういうこった。ああ、自民党追い詰められたんや。そういう選挙まで、そう、戒厳令延長するつもりやって。最初からそういうこと。そう、延長する前提でこんなことやってん。そういうことや。日本の戒厳、緊急事態宣言、そう、戒厳令も非常時、ああ、全土に危機戦。おっと、自民党これ高級化して独裁狙ってたやん。最初から日本民主主義なんてない。言っとく、あの G7 っていうか、あの6カ国オフショーか、もうテロ国家になっちまってん。テロ国家に転落してん。もう終わりやん。強行開催しようとしてる。ああ、世論なんて無視するって決めた。どういうわけだ皆さん。ああ、なんでええな、6カ国がここに移って。ああ、もう逃げてきたやん。ああ、逃げてきたやん、みんな。情報収集動画逃げてきたやん。ああ、もう逃げ始めてきたやん。ああ、いや、逃げてきて、うんし、ああ、入管に事態も起こったやろ。そういうこと、そういうことや。もう逃げてきたやん。ああ、逃げてきたやん、みんな。逆に言うと今あんな、今第三の世界が安全だ。うん、イスラエルもないね。ちゃんと公開してるからいいんや。あ、ちゃんと公開してるから、うん、もういうこと。単純明快、うん、もう過保護やめてください。もう言い始めて、うん、もう、うん、やめてくださいって言い始めたよ。言い始めたよ。もう知ってたよ。もうまた制裁発動。もうあんまり交渉する気なくなってん。なくなってん。そういうこと。あの NHK の情報を鵜呑みしないでください皆さん。あいつらね、独占禁止を適用外から偉そうに態度言っとって。独占禁止を適用しようかと思ってる。規定も撤廃してもうやめようか思ってる。もう放送法、電波法も廃止やん。もうね、もう著作権法も廃止やん。もう制裁法を導入するわ。もう容赦し、元大臣、芸能人やってん。そう、今日の昼ぐらいにやったあの曲のね、アメリカ国旗と統一教会国旗掲げ、狂気を掲げてびっくり。アメリカ、堂々と言っちまって、アメリカ政府公認のテロリストってことは、もう極右がなっちまってん。そういうこと、そういうことだ。今日追い詰められちまってん。俺はバカ、お前ら本当にバカにするぞこれ。お前らが不正選挙やったこれは意外にせんとぶっつぶさ。そういうことやん。さあ、大村知事、こういうとこ視察してないって分かった。さあ、視察してないって分かりました。皆さん、ここに大村知事来ましたわ。そんな情報知らんしやん。まあ、しても絶対報道されるこういうこと。都合の悪い情報は封鎖。日本ね。そういうことです。もう資料は手に入ったんで、いいね。もう回収はしやね。まあそんな施設はもう入らん、もう入らんことにした。こんな言ったらたまたま今回な、まあ前々から来てたんでな、いろいろ。
なんで土日エコキップ使ってるか分かる？そう、こっちの方がいいよ。元は取れるし、いいやん。ギリギリのところで600円しよう。こっちでも合計合わせて600円近い料金やの。片道往復合わせても600円近いやの料金設定。そういうこと。そういうことです。だから皆さんもう気にしなくていいから、その皆さんの証言して、その皆さん現象や、そのあのことバカやからね、愛するいい声なことです。オリンピックね、強行開催しようと無理、もう中止やって。あ、最初から我々の意見を聞いてないで、証拠、あ、そう、証拠に強行開催です。言い始めてね、これは平日限定、これすごいね、これすごいね、女性もうここもアウト、もう分かったね、批判されてるんや、むっちゃむっちゃいい、医療と福祉がタブーやった。日本でもう民主主義全面否定っていうか、もう終わってました。ああ最初からね、 NHK のあの87遅すぎてん、遅すぎ。小林、まあそういうことね。そう、ああやって駅員さんが警備してるの、あ、でもないよね。もうね、もう一つ核弾頭ね、まあ、これぐらいの、大きさのケトルぐらい、ケトルってあれでしょ、これぐらいの大きさ出したんや。そう、逆に言うと小さくするほど威力が増すって分かった。そう、うん、ほんと、うん、津波は普段別に核弾頭使ってんから、うん、なんで使う必要ね。言っとくけど、あれ一発で持ったらめっちゃ金かかるんで、原子力発電所多分そ、日本の場合総額1兆円はいってるの、お1兆円いってるんやろ、うん、ああ皆さん税金で捻出されてるのかって、ね、それなのに料金倍取ってるのさ、多重取りしてるんや。 NHK も、ね、受信料、俺は所得税も払っているのさ、ああそこからあいつら維持費や、もう無料化しても問題ないんや、ああ廃止しても問題ない、俺と高速道路も問題ない、そういうこと、そういうことはもう問題ないじゃん。そう、ケチくさい、ドケチやってよ、分かった、もう、もう不正選挙したの、ああ民族やの芸能人たち、もう容赦しない、そのビビり始めて、慌てて自民党とこう愛知の大村とか命令して、そう慌てて、もっと規制しろしろって言い始めて、ああもう無理無理、うん、まあこいつらが絶対いいライブ強行開催だな、こういうこと、もうよ、はい、コーナーじゃないわ、すいませんね、ちょっとあのコーナーちょっと利用させてもらった、こうしないと戦争できないとは、ちょっと恐ろしい、見せんとは、そういうことです。あ、そういうことや、戦争して決着つけるしかなくなった、もう切れた、我慢の限界いきたいな、あれもうこれ以上待ってられんって言ったよ、もうこれ、あ、これ以上もうこいつらなんね、我慢に付き合ってられんって言ったよ、もう許せなくなったよ、もうこれ以上お前たちはね、おい付き合ってない、戦争だって。さあ小泉進次郎、最初からね、さあ献金もらって不正選挙して、さあ、あいつら政府権アウト、もうあいつら国会に呼び出すな、ちょっと証人喚問沙汰になった、だね、説明責任能力ないからさ、ああ出頭できんねん、さあ裁判が困難、ね、さあどういうこと、機械が見ろ、俺みたいに邪魔やったら金井宏彦ってやつが慌てて、あなた起訴されてもおかしくないよ、言ったよ俺、こんなこと言うか、あいつバカだと思った、ああこれが日本の医師の実態、さあ医療と福祉の実態、さあこいつらね責任放棄する悪手、さあ最初から民主否定してたってことです。ああ、こんなゴミどもが全滅させるだろう。もう容赦し、あ、もう容赦しないと発表したの。もう許せないなんだって。切れてもだろ、俺は。こんなもん、連中にかばって。お待たせいたしました。あったわけよね。あの、愛知の
こういう団体からそう献金もらってるから文句言えんねん。名古屋港水族館てるこういうの振興財団も残念ながら自民党支持者、福祉事業所も全部自民党支持者、選挙期間前になったら絶対に勤め先の人もなぜか安倍さんっていう、自分も自民党支持者って言ったようなもの、おいうこと俺は呼び捨てて言うほど大っ嫌いだよ。それは大っ嫌いだよ。ゴミクソやな。あいつはどうあっても逮捕する。いいや。まあ、どのうち死刑判決だよ。9月から。最大のテロ事件を起こした。全、日本政府の加入者全員クビにする。公約に変わる。そういうこと。公約に変わる。発表します。おー、許せる。許せない。全然視察しちゃう。全然視察しちゃう。現場こういうところ、こういうところ乗って、視察しちゃう。